バカボン西塚とカカシのキックンがお送りしてます。ラックファイブザナティレディオショー鬼玉火曜日。さあ、ここで本日のスペシャルゲストご紹介しましょう、はい、セクシーゾーンからこの方に来ていただきました。菊池馬です。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりな感じですけどね。そうですね、でもあれよね、あのセクシーゾーンで、まあ、よくね鬼玉来てくれるけど、はい、大体いつもほら風磨くんと中島健人くんとね、はい、2人ペアで来てくれることが多くて、はい、今日は風磨くん1人って初めてだよね。初めてですね。ねえ、はい、多分ね、うん、1人で俺たち2人を相手にする方が、はい、いつも以上に絡みづらいと思うけど、もうでも鬼玉の体制はできてるよね。そうですね。てかそうだよね、もともとだって学生の時、はい、鬼玉を聞いてくれてたんだもんね。このブースに入れると思わなかったです。いや嬉しいですわ。いやほんとね、うん、あのセクシーゾーンの菊池風磨が学生の時に聞いてた番組だっていうのは、うん、もう全面に出してるから、ね、そんな出してないじゃないですか。全面に出す、そんな出してないですよ。それもグイグイ全然出してないじゃないですか。もうその勲章ずっと捨てないから。そう行きますよ。僕らもうグイグイ行く派ですから。グイグイ来てください。で今日あれだよね、あのケント君は、はい、僕大体分かってますけど、はい、今頃あれでしょ、はい、あのキャバクラでバイトでしょ。キャバクラで働いてますね。はい、そうだよね。ドラマをね、はい、ドラマで頑張ってるはずですよ。はい、もうあのチラチラ見てますよ。チラ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 見てます。チラ見してます。チラ見してます。そうね、もうガン見したいけどチラチラ見てます。ね、さあ、リスナーの皆さん、ツイートはハッシュタグシャープ鬼玉795でつぶやいていただきたいと思います。はい、さあということでございまして、ですね、前回のご出演今年の2月18日。うん、ああ、半年ちょい。はい。そうなんです。ねえ、あのセクシーゾーンですけれども11月16日でデビュー3周年だ。はい、おおめでとう。わすごい、もう3年経ったの。そうなんですよ、よく言われるんですよ、もう3年なんだねって。なんかそんな感じしないですけどね、はい、我々おっさんになると本当に3年ってあっという間なんで、うん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 、いやあっという間でしたよ。でも本当にまあまあ本人たち的にもそう、ずっと1年目な感じですね。初々しさっていうか、なんかでもキラキラ感が全然、正直言うとよ、うん、あのセクシーゾーンが最初出てきた時僕らは、うん、なんか本当にこう子供のグループ的なイメージがあって、あ、はい、で今もうめっちゃ大人じゃない。そうだね、そこはね、うん、なんかやっぱ成長期の男子のその成長の具合っていうの、そうですよ、そこはすげえなって。きっとついこの間出てきた、うん、あの可愛い男の子たちのグループが気がついた、うわ男前ってなってるっていうさ、もう大人ですよ。そうですか、ね、そうですよ、こんなに変わります。変わったよね。オムライスとかハンバーグとかもう食べない。俺がハンバーグ食べる。イカヌタとか食べるよ。聞いた、ハンバーグ食ってきた。俺がハンバーグ食べました。こんなに早く裏切られた。本当にね、そんなセクシーゾーンの、はい、菊池風磨くんですけれども、あの学校でドイツ語にハマってる。ね、ドイツ語にハマってるか、まあ、ドイツ語を習ってる。はい、うん、2週してまして。なんでまたドイツ語にしたんですか。あのメンバーにあのマリウスっていう、はいはい、ドイツとのハーフのやつがいて、あの教えてもらえるかなと思って、うん、あ、そっか。で一回俺ちょっとドイツ語取ろうかなって冗談半分で言ったことがあって、うん、マリウスに、うんうん、すっごい喜んで、おお、でもその時取らなかったんですよ。あら、そしたら、うん、もう氷河期みたいな落ち込みだし、こんなにみたいな、こんなに落ち込むみたいな。風磨くんがドイツ語取るって言ってくれたから、もう絶対もう僕もね、その一緒にドイツ語なんかコミュニケーション取ろうって思ってたのにって、ちょっとね、すっごい落ち込んで、うん、なんでじゃあ今回、まあ、せっかく、まあ、外国語は絶対取らなきゃいけないんで、うん、じゃあせっかくだったらドイツ語をと思って。あ、気づいてないかもしれないけど、うん、ひょっとしたらね、あのドイツ語が書かれた T シャツとか着てたかもしれない、はい、現場 で、ね、でアピールしてたかもしれないけどね。そうですね。でドイツ語分かりますかって書いた。ありました、アイラブハイデルベルクっていう。本当T シャツ着てます。ほらアピールしてたんだよ。よかったわ。これラジオネームユーラさんからいただいて、こんばんは、風磨くんが鬼玉にゲストということですごく楽しみにしていました、はい、風磨くんは大学で週4日ドイツ語を履修しているそうですが、どれぐらいわかるようになりましたか、マリちゃんと会話はできますか。私も来年から大学生になるのでドイツ語を勉強しようと思っています。ド
ドイツ語結構難しいですね。だから物にも男性女性があったりして。そうそうね、ドイツ語もそうなんだ、はい、あの男性語女性語があるわけね。そうなんです。それ覚えるのは結構しんどいっすね。物にも、はい、物も男性女性そうなんですよ、によってこう あのまた文法か文法っていうか変わってくるんで、が変わってきたりなんかするんだよね、はい。最近あのドイツの、はい、あのちょっと時計を買ったんですよ、はあはあ、ユンハンスっていうんですけど、はあ、そこのあのデイデートなので、はあ、あの曜日が出るんだけど、はい、ドイツ語の1週間が全くわからないあの何曜日なのか全くわからないという状態で僕は分かってんのって、はい、金曜日だけフライターグ、フライターグは金曜日、これだけは分かってるんですよ。だから一回フライターグまで行くって、金曜日までそっから数えて 1,2,3 ってこうやってやってる、全然分かんないんですよ、はい、そうなんですよね。大塚さん、はいはい、まだいい大人なんで、はい、月火水木金土日7個ぐらい覚えてもらえませんまあ本当、ね、本当だから結構ね、英語に似てるようで全然違ったりする。全然違いますよね。そうなの、ちょっと驚きました。ちなみにさ、マリウス君はもう全然普通に日常会話レベルでドイツ語喋れるの？もう全然普通に、だから電話とかドイツ語で喋ってます、うん。そうなんだ。急にカチッとかあってドイツ語で。でも確かにさ、近くにそういう人がいたら勉強を教えてもらうのにはいいよね。教えてもらってますよ。結構、うん、たまに電話したりとかして、分かんないとこがあったら。聞いたりなんかして、スペル言って、あ、うん、これ何これ何って発音してもらって、あとあのなんですチャットみたいなやつで、うん、録音して送ってもらったり、おお、へえ、すごいね。なんかすごい自由が利く何がしラーニングみたいなそう、まあ、もしくはなんかあのあれだよね、うん、あのちゃんとこう画像で勉強してる感じがする、塾に通ってるみたいだよ ね、 そうだね。だからこれからあの、うん、テレビ電話であの英会話な学ぶみたいなやつやろうかな、うん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 、マリウスでやろうかないいんじゃないあのね、うん、その場合ねマリウス君にね月謝払わないとほんとご飯でいいんじゃないそうですご飯ね、うん、それがアイス2個ぐらいでいいかな、アイスいやソーセージとポテトでしょジャーマンな感じで。